ハロー YouTube ニーハオヨークワンリンチです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、結構食べ物は何でもトライして、行く、バイリンガルの僕がですね、皆様に、中華ニュースをお届けしようと思います。今日のテーマはね、何しようかな、あのピザの売れない、中国ということで、中国というのはですね、あんまり、ピザ系のチェーン店がですね、売れないんですよ。ピザハットとかね、そこら辺の、あとドミノかな、それがですね、大々的に、ケンタッキーとかね、マクドナルドとか、同時期に多分ね、30年ぐらい前、小規模だったらね、多分40年ぐらい前に入ってきたと思うんですけども、ピザ系、が全然ね、拡大していないということで、その原因なんですけども、たまにね、日本国内で日本が一番食事うまいと、そういうふうにね、言う人がいるんですけども、確かにね、日本は世界中でトップの方だとは思うんですけども、もし日本が一番うまいとか、そういうふうに言う人がいたらですね、味覚が発達してないんだなというふうにね、僕は思うわけなんですよ。もちろん日本がダメっていうわけじゃないんですよ。日本が一番良くて、海外のものがダメだと、思っているんだったら、この人は味覚がね、狭いんだなと、そういうふうにね、思ってしまうわけなんですよね。で、どこの料理がうまいかっていうのはですね、結局感覚の問題なんですよ。で、料理が美味しいかまずいかっていうのはですね、一つはですね、本当に、まずい可能性、それとですね、種類が、そんなにね、多くないっていう可能性があるんですよね。例えばね、ドイツとかあんまりこう料理が、発達してないと考えられるんですけども、単体でこう旅行で 2,3 日行って、ドイツ料理、ハムとかね、そういったものを、ハムとかソーセージとかそういったものを食べるんだったらね、それは美味しいんだけども、本当にね、数ヶ月とか半年とか滞在してですね、毎日ね、同じものを食べ続けるわけなんですよ。で、そういった意味で飽きてくるという意味で料理がまずいと、そういうふうにね、捉えられることもできるわけなんですよね。でね、中国国内の、ピザが、なかなかね、売れないということでですね、このピザというのはもともとはね、イタリアから、来たものなんですけども、なんつうのかな、中国人っていうのは食卓にね、結構いろんなものがね、並んでないとダメなんですよ。だから、ピザってもう本当に、ピザ単体で、食べるもので、下手したらね、大きなピザとなると1枚のピザ2,3 人で食うものじゃないですか。それに対してね、非常に、中国人というのはね、寂しいと思ってしまうわけなんですよ。これがね、いいことかどうかは、僕はちょっと僕はちょっと言わないんですけども、僕自身がですね、どういった食生活を送ってるかっていうと、デフォルトは朝昼はですね、プロテインシェイクですよ。オートミールとプロテインのシェイク、それで夜はね、好きなように食うと、そういうふうにね、分けているわけなんですけども、なんでかっていうと、お金の節約と、時間の節約、それとね、栄養の管理という意味で、健康の管理という意味で、ベストな方法をね、選択しているわけで、むしろ、逆にね、そのお金とか時間をですね、余裕があったらね、その夕食の方に、回した方が、夕食を丁寧にする方が、なんかこう1日あたり その食に対する体験としては豊富なんじゃないかと、だから朝昼、中途半端に調理されているものを時間かけて作ったりとか用意したりとかして食べるより、夜に集中した方がいいんじゃないかなと、僕は思うわけなんですよね。もちろんね、夜に集中してないこともね、夜でも簡単ということもね、あるんですけども、でね、逆に中国人っていうのは結構3食ね、いろいろ並んでないとダメなんですよ。で、これね、外国人の感覚から言わせると、結構変だと思うのが、結構ね、先進国ね、ノルウェーとかドイツとかもそうなんですけども、イギリスとかもそうなんですけども、一日中同じものを食べると、1週間ね、ほぼ同じものを食べてても平気だと、もちろんね、たくさんのほら、いろんな種類の料理が出てきたら嬉しいんだけども、
嬉しいんだけども、まあ、かといってあの、まあ、めんどくさいから普段あのずっと同じ料理でもいいよっていう、人たちもねいるわけなんですよね。それと逆でね、あの中国はもう本当にあのたくさんの毎日ちょっと違うものを食べ続けないとあの精神的に来てしまうと、いうことでね、まあ、これはねあの料理が発達してるとも言えるし、逆にね弱点とも、言えるわけなんですよね。でね、あの毎回ねあの火を通したものを食べなくちゃいけないと、それで時間の手間もかかると、まあ、それに対してねドイツ人とかねもう夕食でも火通してなくて大丈夫だよと、いう人たちはですね、まあ、掃除とか作る手間とか掃除の手間とか、そういった時間をですね別なことに使えるわけですから、人間ね世界中あの誰でもね1日24時間なんで、まあ、時間をねあのまあ、どう使うかっていうのは結構ね重要になってくるわけなんですよね。まあ、そんな感じでねドイツは ある意味発達しているとも、言えるわけなんですよね。それでね、まあ、なんていうのかな、日本と中国、どっちが、食が発達しているかっていうのはちょっと結論は、まあ、なかなか言えないんですけども、まあ、中国は結構フレーバーが多い感じの、国ですよね。なんていうのかな、リプトンかなんかの紅茶があるじゃないですか。日本だと全部紅茶だったりするじゃないですか、真っ赤な、ね、紅茶ね。で中国で売ってあるそのリプトンの紅茶の、ティーバッグね、あれに、ね、多分ね5種類から7種類ぐらい入ってると思うんですよ。でそのぐらい入ってその毎回毎回味を変えてないと、中国人っていうのはですねなんかこうつまらないとか飽き足らないとか、そういうふうに思っちゃうんで、赤い紅茶だけの、ティーバッグっていうのはね、中国ではなかなかね売れないわけなんですよね。あとね日本はねだから食すごく発達してるっていうじゃないですか。で言う割には羊の料理がね、ほぼほぼ丸ごとないわけなんですよ。で僕ね北海道とかまあ、いろんなとこで、まあ、何回かこう羊の料理を食べたことがあるんです。ここおいしいよっていうジンギスカンの店とかね、まあ、正直ね羊に関しては中国とかあとねほら、まあ、いわゆる欧米に比べてまあ、あんまり、まあまあ、うまく調理してるとはなんか思えないような、味でしたね、僕の感覚なんですけどもね。だからこれどうすればいいのかなみたいなね感じなんですけども、だからまあ難しい話ですよね、どこが料理発達してるかって。で、中国ってあれなんですよ、ごちそうのイメージの絵があるじゃないですか。ごちそうのイメージの絵がですね、まあ、日本とかだと、まあ、和食も入ってるしステーキも入ってるしピザも入ってるし、で多分ね日本人のほとんどが食ったことのないようななんか七面鳥の丸焼き、ターキーなのかなあれは、ターキーの丸焼きとかがね入ってるじゃないですか。多分ねああいうのが、中国人の場合そういう絵を描かせると全部中華料理になっちゃうんですよ。でステーキとか入ってこないんですよ。ステーキも入ってこないし、ピザも入ってこないし、あとカレーとかもね入ってこないわけなんですよ。で中国国内ね多分今上海とかでもあんまりねカレー食える店がね、ないんじゃないかな。まあ僕とかねカレーまあカレーもたまには食べたいんですけども、カレーをね、中国国内でどうしていたかっていうと、まあまあ自分で作りますよね。自分で作るし、カレー粉は売ってあるんで、カレールーは売ってあるのかな、売ってあると思うんですけども、まあ、カレールーはあんま使ったことなかったですね。カレー粉からやってましたね。っていうぐらいね、カレーがあんまり売ってないみたいな、そういったね世界観なんですよね。あとね、まあ、洋食がだからあんまりないんですよ、比率的にはね。なんか日本人がその洋食を、受け入れたあれのごとくは洋食を受け入れてないんですよ。ただその意味で言えばその日本の方がね手軽に美味しい洋食食べれるんで日本の方がまあまあ洋食は発達しているということでね。でね、まあ中国人に日本に行ったら和食もいいけど結構洋食も手軽に食えるエリアだから洋食もトライしたらいいんじゃないっていう感じはねありますよね。まあだからね、なんつうのかな、まあ食って結局感覚なんですけどもね、中国の場合ね結構自国の食がね強すぎて海外の食をねもうあんまり、受け入れてないみたいなね、そういった感じがあるんですよね。それでね最近ちょっと少し話変わるんですけども、
あのわけわからんものとして、日本であの白湯かなんか売ってあるじゃないですか。これなんだっていうと、あれなんかあのお湯みたいなあの感じで、それなんかあの中国人のデフォルトじゃねえかということで、あの中国のね、あのレストランではですね、基本的にはあの、まあ、冷たい水が出てこないんですよ。だから、湯冷ましがね、あの出てくるわけなんですよね。お湯がちょっと冷めたやつがあの出てくるわけなんですけども、あの結局あれじゃねえかって、思ってしまうわけなんですよね。で、日本でこれコンビニで多分100円出してなんかお湯冷めたやつ買うわけみたいな、そういった感覚にね、あの僕はね、陥るわけなんですよね。そしてね、それがね、あの健康にいいと、言われてるわけなんですよね。もちろんね、あの健康にいいっていうのはそれはね、あの真実なんですけども、あのね、時としてあの刺激的なものをあの摂取したいと思うわけじゃないですか。冷たい水というものをね、あの摂取したいと思うわけで、まあ、それがね、あの、まあ、まあずっとね、あの冷たい水を毎日取り続けると、あの、まあ、体に悪いと、まあ、頭痛くなったりしますよね、っていう、こともあるんですけども、あの、まあ、刺激じゃないですか。たまにはこう刺激が欲しいじゃないですか。ね、あれね、唐辛子と一緒なんですよね、あの日本の冷たい水っていうのはね、まあ、だから美味しいからね、あの飲んでるわけなんですよね。まあ、だからね、あの何これ逆に巡り巡って、まあ、中国でやっぱりね、あの冷やすってね、ちょっと、技術がいったんで、そんなあのあんま長い歴史がないんですよ、冷たいものを飲むというのが。それでもですね、あの中国ではですね、今でも例えばね、ビールとかね、あの冷たいビールがいいですか、それともね、あの常温のビールがいいですかって聞いてくるんですよね。だからね、僕はね、あの非常になんかあの選べるっていうのはね、あのいい子だと思うんですけどね。まあね、あの どちらがなんか偉いとかね、そういったことじゃなくてね、まあ、あのね、まあ、その食に対する正しい態度っていうのはね、なんていうのかな、トライしてみる、で別にあの、まあ、失敗したら失敗したらいいやみたいな感じでね、まあ、そしたらね、味覚の世界もね、それなりに広がっていくし、あの無理してどこまででもあの広げていく必要もないよという話でした。はい、今日のね、この動画ね、いいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンキーでした。じゃあ